ライブ CD あるいはライブ DVD とは、ハードディスクや SSD などの内部補助記憶装置にインストールすることなく、直接 OS を起動させることができる CD や DVD である。通常、OS を利用可能な環境を構築するには、主に CD や DVD などの光ディスクから OS のインストーラーを起動させ、そこで、 OS の起動に必要なデータをハードディスクに転送させる工程が必要があるが、ライブ CDDVD では光ディスクを挿入するだけでそのまま利用可能な環境が構築された状態で OS が起動する。HDD に導入された OS では HDD 上にファイルが保存されるが、ライブ CD ではそれらのファイルを RAM と同様の一時記憶メモリ内に 認識するため HDD を全く必要としない。この方法はいくらかの処理速度向上の代わりにアプリケーションソフトに使用できる主記憶装置量が減少する。そのためライブ CD では通常の補助記憶装置に導入した場合に比べより多いメモリが搭載された環境で利用することが望ましいとされる。また OS によっては システムデータもラムディスクに保存するものがあり、この場合は一度 OS を読み込んだ後はディスクドライブをそれ以上使用しないため、一つしか搭載されていないコンピュータにおいてもディスクドライブを占有されない。記録する補助記憶装置によって以下のような種類がある。これらも講義でライブ CD として扱われている。多くは書きリムーバブルメディアとなる。ユニックスやユニックス系も参照。 BSD 系のライブ駆動 BSD をもとに開発されたもの。ネットブスド系オパンブスド系フリーブスド系フリーブスドディストリビューションライブ CD も参照。GNU、Linux ディストロータイムライン、様々に派生した Linux ディストリビューションの系統樹。Linux ライブディストリビューションの比較も参照。Linux 系のライブ CD を 1CDLinux などと表記されることがある。 デビアン系フェドラ系スラックマヤ系ゲント系その他の、リナックスオパンセラリス系のライブ CD その他の、ユニックス系 OS から派生したライブ CD、ハットネット上の匿名性を保護する、アノニム、oswired.jp、ハットエレメンタリー OS、ハットライブボイジャー、ハット distrowatch.com、ボイジャーライブ、ハットボイジャー日本語情報トップページをすでんハット、 やらおセックスホーム、ハットパピーリナックスディスカッションフォーラム、ビュートピック、やらおセックスさん日本語サポートパッケージ s a k u r a p u p b、RO w s e、r、l、o w、e、s e r l o a d o f c o o l n e s s c o m に本語化ファイル入手先。ありがとうございます。